こんにちは、ビーハイヤーの松村です。今回も業界のニュースをお知らせしてまいります。ちょっと今回ちょっと古めのお話になってしまうんですけれども、業界初大黒電機が経団入会ということでですね、こちら、大黒電機という、パチンコパチスロの、会社さんにですね、商品を提供しているような会社から、今回、経団連にですね入会したということでニュースがございます。ちょっと、経団連が何かというのがですね、あまりよく分かっていないという方がいらっしゃいましたが、そこはですね、ぜひともちょっと調べてみていただきたいと思うんですけれども、かなりですね日本の、大手の会社、超大手ですねの会社さんの、トップの集まりみたいな、ちょっと実は、財政界においてですね非常に力を持っている、政治にもですね、力を持っている、そういったですね、一つの、面白い、これも調べてみていただければ面白い、そんなですね、経団連というですね、組織がございます。そちらに今回初めてですね、大黒電機さん、アミューズメント業界では初めてですね、入ったということで、これが何を意味するのかというのを一つ考えてみても面白いものではないかと思います。実際ですね、結構、削減方式、ちょっとですね、法律上グレーゾーンな、収益方法で、運営されていたりということもありますので、ちょっとそういったですね、パチンコパチスロ業界というのはなかなか日本のですね、経済においても難しい部分ではあるんですけど、そこを考えてみてもですね、やはりいろいろと見えてくるものもあるかと思います。市場としても、有機的なパチンコパチスロは、非常に大きいと思います。そこはですね、どうなっていくのか、じっくり、こういった形でですね情報発信をしてまいりますので、ちょっと、気にしてみてもいいのではないかと、そういった、今後ともですね、いろいろと情報を配信してまいりますので、気になったものがございましたらそちらご覧になっていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。